中川義淳明治7年4月13日は、江戸時代後期の佐賀藩士。佐賀の乱の首謀者の一人、中川博之進とも、文政二年、佐賀城下に、佐賀藩士、江口新久氏の二男として生まれる。後に、藩の創術師藩であった、中川忠之の養子となり中川家を継いだ。幼少時は、藩校行動館で学び、後、十人目付となる。 母親戦争にも従軍し、小隊長として一体を率い、王を転戦した。明治維新後は引退していたが、急速な社会の洋風化に対し、天皇を中心とした政治体制にするべきとする、添島義孝、村山町英らと行動を共にするようになる。彼らと共に、添島の新島義勇のもと上京し、山岡鉄州に対し、憲白書を提出するも効果はなかった。 そのため、添え島らは、中川義順と、島吉武のいとこである、木原隆忠中を残して、佐賀に戻った。その間中川義順は、情報収集にあたる傍ら再度権限書を作成し、今後は三条耳に提出している。明治7年1月には、島の元を辞して、佐賀に戻り有事に備え兵を募るための劇文を作成し、佐賀の乱が勃発した時は、 有国党の幹部として、兵糧、武器調達の責任者となった。しかし、乱の戦況は不利に傾き、中川義順は急戦の調停を要請するため、島義武の弟、重松元吉と共に、島津久光の元に向かったが、久光からの依頼を拒否した、大久保利道の命で捕らえられた。その後の裁判で、他の幹部たちと共に死罪となった。 なお、死罪となった13名の中では、最年長であった。ありがとうございます。